あつ森ゆえです。今回は最速で簡単に住民の写真をゲットできる方法を紹介していきたいと思います。方法は簡単です。写真が欲しい住民の誕生日プレゼントをあげまくって親友になり、買取金額2500ベル以上のものをプレゼントしまくるともらえます。さあ詳しく見ていきましょう。まず写真をもらうには親友になる必要があります。実は住民の親密度は解析がされていて、どのような仕組みなのかが判明しています。親密度は0から255のポイント制になっています。ちなみに住民の初期親密度は25です。そして6つのレベルが設定してあります。知り合い段階レベル1、0から29、このレベルではプレゼントができます。レベル2、30から59、このレベルでは毎日プレゼントができるようになります。仲良し段階レベル3、60から99、このレベルでは住民から物を買ってほしいお願いやあだ名をつけてもらえます。レベル4、100から149、このレベルでは住民の口癖を変えられます。親友段階レベル5、150から199、このレベルでは住民との挨拶を考えることができるようになり、確率で住民の写真がもらえます。レベル6、200以上、このレベルでは物を売ってほしいと頼まれるようになります。つまり写真をもらうには150ポイントを稼がないといけないわけです。さあ次はポイントの稼ぎ方です。その日に初めて話しかける1ポイント、アイテムを売る1ポイント、プレゼントを渡すマイナス2から7ポイント、誕生日にプレゼントを渡すマイナス5から8ポイント、お願い事をクリアするマイナス3から3ポイント、飲みを捕まえる5ポイント、住民を網で叩く押し続けるマイナス3ポイント、その行為を謝罪すると 20% の確率でプラス3ポイント、さらに住民の機嫌が良くなった場合はさらにプラス3ポイント。ポイントの稼ぎ方はこんな感じです。最速で写真をもらう際重要になってくるのが誕生日プレゼントとプレゼントを渡すことなので、ここを説明していきます。まずは誕生日プレゼントから。プレゼントはランク付けされています。マイナス5ポイントのもの、プラス3ポイントのもの、プラス4ポイントのもの、プラス5ポイントのものです。プラスのランクはラッピングすることでボーナスポイントが得られます。簡単に8ポイントを稼ぐんだったらフルーツにラッピングをして渡せばいいわけです。そして次に日々のプレゼント、こちらは住民の好みなどでポイントが変わってきます。家具はすべて3ポイント、花、虫、魚、住民が使う道具、好きな音楽、傘、好きな服、これらが2ポイント。ちなみにカエル族に傘をあげるとボーナス1ポイント入ります。好きな音楽は住民が家でかけている曲です。好みではない服、材料などは1ポイントです。あとゴミなどはマイナス2ポイントなので注意しましょう。あとプレゼントをラッピングすることでボーナス1ポイントを得られます。さらにここからお返しのポイントがあります。プレゼントに対してのお礼があると、知り合いなら1ポイント、仲良しなら2ポイント、親友なら3ポイントもらえます。お返しの仕組みはプレゼントしたものの買取金額によります。たぬき商店の家具の買取金額は売値の4分の1です。さあ条件を見ていきましょう。買取金額1から249ベル、何ももらえない。250から2499、ベルか服、家具がもらえます。どちらも確率は 50%、 2500ベル以上、確定で服か家具がもらえます。このような仕組みになっています。このお返しの時に親友になっていると一定の確率で写真をもらうことができます。確率は親密度割る25です。つまり 6% から 10.2% でもらえるわけですね。
他にもお願いなどで写真がもらえる場合もあります。そして最速でゲットしていくには、誕生日プレゼントで親友になるまでポイントを稼いでいき、2500ベル以上の家具を渡していけばいいわけです。住民の誕生日にフルーツをラッピングしプレゼントすることで8ポイント、話しかけることで1ポイント、計9ポイント稼げます。おすすめは写真が欲しい住民の誕生日の4時59分にして、島内放送を聞いて誕生日プレゼントを渡しに行く方法です。渡した後はセーブをし、また時間変更で4時59分に戻してプレゼントを渡していく。これを繰り返します。親友になるポイント150を超す14回、もしくは写真がもらえる確率が最大値に近くなる25回、この回数繰り返すのがいいでしょう。この後は買取額2500ベル以上の家具を渡していくだけです。おすすめの家具はマルチコンポです。売り値が1万ベルで買取が2500ベルになります。さらにマルチコンポをプレゼントしても部屋には飾らないという利点もあります。持っていない場合は、エンブレムなドアプレートなどでも代用可能です。ただし、DIY のレシピを使う際は、材料がちょっと必要になるので注意しましょう。また大会がある場合は、18時以降に話すことでプレゼントを渡すことができます。あと座ったり釣りなどをしているときは、プレゼントが渡せないので、そこも合わせて注意してください。では親密度が初期値からではない場合の住民とのレベルを知る方法も紹介しておきましょう。有効度は坂、橋、こちらなどのインフラ整備で募金を募ると住民たちの総有効度が寄付されます。つまり特定の住民にプレゼントを渡し、お返しポイントで見極めていけばいいわけです。ラッピングありであった場合、会話のポイントも含めて1日8ポイント変動していれば親友、7ポイントは仲良し、6ポイントは知り合いといった具合に測ることができるので、親密度がわからない場合にはやってみてください。ラッピングしない場合は7から5ポイントの変動です。そしてこれよりポイントがさらに低かった場合は上限255に達成している可能性が高いので、すぐに2500ベル以上の家具を渡していきましょう。そして最後に写真の最大確率 10.2% 時の期待値を紹介していきましょう。7回やって出る確率が 52.91%、 10回やって出る確率が 65.90%、 22回やって出る確率が 90.62%、 43回やって出る確率が99.02%、 88回やってやっと 99.99% になります。まあここまで運悪い人はいないとは思うんですが、まあ参考程度にこの期待値こんな感じなんだなっていうのを覚えておいていただければなと思います。さらに写真は2枚目以降もゲットが可能なので、交換などに使っていくのも一つの手です。交換で全種類の写真を集めていく、そういったこともできるので、よかったら集めてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上が最速で簡単にできる写真の入手方法でした。皆さんもこれで推しの写真をゲットしまくってください。それではまた次回、グッバイ。